祖母隊の活動を報じた読売新聞祖国防衛隊は在日朝鮮人によって1950年に結成された非合法地下組織。略称は祖母隊。1950年1月より外国人登録証の更新及び未登録者の強制送還が行われることになり、それに対抗するための非合法組織として結成された。同年4月には、 上部組織として、朝鮮祖国防衛委員会中央本部が設けられた。その後、レッドパージの実施や朝鮮戦争の勃発を、祖母隊は、日本社会に、革命情勢が、到来として急ピッチで組織化を推進することになった。全国の在日朝鮮人集中地区に訓練所を設置し、密、入国者や社会に不満を持つ在日朝鮮人等を、勧誘して、 祖母隊に引き入れ、各種思想教育や訓練を行った。訓練の後、祖母隊員は、日本共産党の非合法組織とともに、日本各地で、韓国向け軍需物資の輸送の妨害を狙った、暴動などの事件を起こして、非合法な闘争を展開した。1952年に破壊活動防止法が施行されて、以降、暴動や、 非合法闘争に対する公安当局の対策、取締りが強化され、1953年に入ると、朝鮮戦争も停戦となったため、非合法的活動も下火になった。その後、1955年の六全教で違法行為を放棄して、五権と平和の党へと戦略を転換していった日本共産党と、あくまでも民族主義的戦略を貫こうとした。 在日朝鮮人団体との間に溝が生じ、日本共産党との関係を断絶した。1955年には朝鮮総連が結成され、階級闘争、祖国統一事業は新たな段階に移ることになった。これにより、非合法闘争を行ってきた祖母隊は発展的に解散した。この歴史的経緯により、朝鮮総連は2010年現在も、 公安調査庁から、破防法に基づく調査対象に指定されている。ありがとうございます。